どうもです。おにぎり系 YouTuber、おにぎりしたきよしです。おにぎりが食べたいんだな。ってことでね、おにぎり早速食べていきたいと思います。今のがね、ちょっとわかる人はね、残念です。私と同世代です。よろしくお願いします。今日こちら、銀紙、アルミホイルでね、握ってきました。やっぱりね、多分私世代でいくと、今もね、サランラップが主流なんですけども、やっぱりね、おにぎりはね、アルミホイル。昔からアルミホイル。もうどうしても最近の主流からね、今食べてるおにぎり動画は全てアルミ、ラップで包んであるんですけど、やっぱりこれよ。なんだろうね、このアルミホイルのおにぎりのうまさったらね、当社費の3.5倍ぐらいまで美味しくなるからね。で、ちょっと動画前後どうなっちゃうかな。動画先なのかわからないけど、昨日鮭フレークを買ったんですね。だから鮭おにぎりです。鮭の香りがいい香りです。いただきます。うまい。もうね、朝からおにぎり握るのめんどくさいね、正直。だからもう弁当箱にご飯敷いて、鮭フレークぶっかけて、のり弁にしようと思ったんだけどね、やはりこれです。おにぎり。この鮭フレーク美味しくてよかった。おにぎりうまいな、やっぱりな。何が好きって言われると、もうとんかつって言うんです、私は。でもおにぎりやっぱ好きですね。美味しいおにぎり作れる人にね、悪い人はいないよ。あの苦労が報われる瞬間。まあ普通に鮭焼いて入れたら美味しいけどね、もちろん。でも美味しい鮭フレークはやっぱり、ね、油感も感じててね、美味しい。わかりますかね、銀紙の良さ。多分同世代ならね、当時は私が小学校の頃の運動会とか遠足とかさ、家族旅行とか、全部これよ、アルミホイル。思い出補正もあんのかな。おいしい。今日はね、寒いのよ。昨日結構あったかくて。今日でも寒いの超えたらもうあれかな、あったかいかな。このおにぎりはちょっと大きめに作ったおにぎり。あ、鮭が転がった。
やだよな。おにぎりにはお茶。口の中入れすぎた。あ、今日まで大丈夫だ。この間残業したらもらったやつ。ふんわり食感のシュークリームみたいなパン。食べ合わせがすごいな。あ、でも美味しそうこれ。このパン柔らかい。もう2日経ってんのに。うん、クリーム。うまいな。今日も新しいパートさん入ってきた。うん、クリーム美味しい。うまいな。ファミマはね、やっぱりクリームが美味しいんだよ。コンビニのクリームで一番好きかもな。
セブンはでもチョコクリーム美味しかったな。ローソンはねちょっと乳臭いんだよねクリームが。で牛乳嫌いだからファミマのがちょっとバニラ感もあって好きかな。カスタードも。はい、ってことでね、自称おにぎり系 YouTuber、おにぎりしたきよしでした。それではまた。バイバイ。うまい。